追い込みました。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど、さあどう来るか。打ちました坂本、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。初球空振りになりました。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク、あっという間にツーストライクです。打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松原、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。黒羽、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、ストレートですね。はい、高めストレート、空振りでストライク、148キロ。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックス坂本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。初球空振りです。この球は落としましたが決まりません。になります。ワンボールツーストライク。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。引っ張った、打球はレフトへ、西川が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。5回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、先制のランナーを置いて7番大城、左中間へのタイムリーヒット、ジャイアンツ先手を取ります。続く攻撃、ワンアウト一塁三塁で8番バッター吉川、きっちり犠牲フライ、ジャイアンツ1点を追加します。4回の表、このピンチの場面、しかし内野ゴロに仕留めます。得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の堂林、
まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球は何から入ってくるか。初球ストライク。打ちました。詰まりながらもセンターへ。ここはフライになっています。これは平凡なセンターフライ。丸抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の黒羽バッターボックスです。うーん、調子は悪くなさそうですが、代打を送って攻めていくべきじゃないでしょうかね。うーん、そうですね。大きく外れました。インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました。ショートが取る。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って野間。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った。これはどうだ。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える6回の攻撃です。高めギリギリです。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。取ってワンアウトです。バッターボックス岡本。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、これはどうか。破りました、センター前。岡本、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。空振り。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。うん、そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ向こうは併殺を狙ってると。2球目打ちました。この打球はフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。坂倉が掴んでツーアウト。バッターは6番秋穂。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球打ち、この打球は落ちるか。どうだ。堂林が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点には至りませんでした。6回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。これから7回、カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の松山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。さあまず1球目、アウトコース見送っています。
変化球がインコースに決まります。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。さあ4球目は何か。打ちました、流しました。さあどうだ、外野まだ伸びているがレフトが取りました。バッターボックスには3番西川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、これはどうだ、取りました。ツーアウトになりました。バッターは4番マクフォール。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。低め外れました。打ちました、これはファーストライナー。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、カープに選手の交代がありました。ただいまの回代打の松山、そのまま西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあこの辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。8番バッター吉川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。吉川、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ打席には先発の戸郷が入ります。まあ今日の内容ならここは変えられないでしょうね。そうですね。うちのボール打った、これは上がりすぎ、ここはフライになっています。レフトフライ、抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の中田、ツーアウトになっています。西さん、ここは期待がかかってしまいますね。この打席に期待しましょう。そうですね、この起用に応えたい。まずはボールから入りました。アウトコース、ストライク。ファウルです。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。
外のボール打った。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。8回の表、追いかけるカープの攻撃。バッターボックス坂倉、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトになりましたがいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですか。ジャイアンツリードで迎える8回です。アウトロー外れます。インコースボール、